西南学院高校を卒業で、この秋からペンシルバニア州立大学に進学します。山川栄太郎です。14とか5とかそんぐらいですかね。まあ多分基本みんないろんな人に聞くと多分そんぐらい出してるっていうと思うんで、そんなに多くはないのかなと思ってました。細かくは覚えてないんですけど、でも日本の大学に出すよりはだいぶ安かったと思う。多分そのいろんな人がやっぱ基本的にはみんな10何校とか出すっていうのが基本だと思うんで、1校大体どんぐらい80ドルとかそんぐらいだったとは思うんで、まあ日本のあれよりは大学に出すよりは多少は安くなってるとは思います。基本的にはオンラインで、まああとは成績書とかは手紙とかで郵送で送らなきゃいけないので、そういったところは郵送でっていうところでしたね。今から考えると重要だったんだなとは思います。僕が本当に高校の時成績が全然良くなかったので、それで落とされたっていうところも多分あるんだろうなとは思います。それこそトーフルのスコアだったりとかクリアしててみたいな、エッセイもまあ自分の中ではそこそこ書けたなと思っていても落ちたりとかしてるので、まあやっぱりその学校の成績なりがやっぱり多少こう多少というか結構見られているのかなっていう感じはしました。いわゆる課外活動みたいなことを書かなきゃいけない欄が結構あったりして、まあいろいろ留学生の手伝いとかもしていたのでそのことを書いたりだとか、まああとはまあ部活のことを書いても別に問題はないと思うし、学校の中で例えばいろんな何かやったボランティアだったりとか、もうちょっとしたことでも何でもいいのでとにかく書けば自分のとにかくアピールするそこはスペースというか欄になっているので、とにかく何でも書いていいんじゃないかなと思って書きまくったって感じですか。一応学校のまず担任の先生と、部活の顧問の先生とっていう風になんかまあとにかくいろいろお世話になった人、関わってきた人に書いてもらいました。とにかく僕をある程度知ってる人でないとまあなんかあれなので、まあ感じでとにかくお世話になったなと思った人とか関わりがあったなと思った人に頼んで書いてもらいました。推薦状はどんぐらいだろう、でもまあ学校によって本当に違うので覚えてないです。それこそオンラインで出す学校もあれば、まあ手紙でっていうことに送れる学校もあったので、ちょっと何校ってのは覚えてないですけど、まあでも基本的には内容は同じものを別々の学校に送ったっていうことなんで、まあ大体言われると思うんですけど、学校の封筒に入れて封をしてくれっていうふうに言われて、まあ、それはもう学校に行ったらとかの事務室に行けば多分封筒に入れてちょっと封してもらわないといけないんですけどって言ったら、やってくれると思うので、それをやってもらって、まあ、全部成績書だったりとかって他の書類とまとめて送りました。コモアプリケーションは結構自分を油断してたというか、そんなに時間かかんないだろうと思って高をくくってたところがあって、もう開いてびっくりみたいな、本当に書くことが多くてやることもすごい多いので、まあ、コモアプリケーションを使う場合はもう早め早めにやっておくべきなんじゃないかなと僕は思いました。